シャルル・オーギュス・タン・サント・ブーブは19世紀フランスの文芸評論家、小説家、詩人、ロマン主義を代表する作家の一人で近代批評の父とも言われる。ロマン主義文学史上、小説の融合、バルザックと並び称され、批評というジャンルを確立したと言われる。代表作にジャンセニスムの歴史を描いた、ポール・ロワイアル氏、月曜勘団など、年に、 アカデミー・フランセーズの会員になった、ユーゴーの妻アデールと貫通したことでも知られる。サント・ブーブは、従来見られた個人の趣味や印象に基づく批評とは一線を、隠し、文学者の生い立ち、環境、思想、教養などが作品に現れるという立場から、伝記、書簡などの資料を駆使して、作品の本質を学問的に研究したもので、 それ自体が干渉に耐える作品となっている。ただし、プルーストに代表されるように、現実の作家と文学作品を結びつけて論ずる批評手法に対する批判も特に20世紀以降多い。ありがとうございます。